共用部分とは、一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して、住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に共することができるものがある場合において、その各部分に属さないもので、付属施設を含むものを言う。英語には、コモンエリアと訳される。本項目では、権利の対応、使用の制約、管理。 改修に関することを中心に扱う。ただし、区体関係は、基本的に関係する用途の建物もしくは関係する構造等に関する項目を参照されたい。高層マンションでも、蒸気イメージの延長となる。こうしたマンションの前景は、バルコニーの部分が凹んだような外観となることが多い。大川端リバーシティ21センチュリーパークタワー、参考。 平成21年度版、宅建ポイントマスター愛民法等 TAC、区分所有建物における、共用部分と占有部分との境界については、占有部分占有部分の範囲を参照されたい。マンション等、区分所有建物としての法令の適用を受ける、建物においては、その各区分所有者全員の共有持分として、占有部分と一体で扱われる。 区分所有法上、共有持ち分の割合は、管理規約に別段の定めがない限り、占有部分の床面積の割合によるものとされているが、同法においては規約に別段の定めをすることが認められており、マンション標準管理規約では、単棟型の場合は、別表3で別段の定めを設けるものとされている。これは計算の煩雑さを避けるという観点もある。 これらは区分所有建物の共用部分に関する分類で上記イメージ図も参照されたいが、規約共用部分には専有部分となり得る独立性を有しているものがある。規約共用部分は登記をしなければ共用部分であることを第三者に対抗できない。区分所有建物のマンションの場合、 国土交通省作成のマンション標準管理規約の、は次のものを掲載している。全体共用部分住宅一部共用部分店舗一部、共用部分専用使用権とは、区分所有建物における、特定の区分所有者、または、第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できる権利である。対象部分を、専用使用部分ともいう。 専用部分と混同されがちであるが、共用部分、敷地が対象である。標準管理規約では、バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、1階に面する、庭、屋上テラス、シャッター、店舗全面敷地が記載されている。標準管理規約は、専用使用部分の管理は、専用使用権を有する者の責任と負担で行う、ものとしている。 専用使用部分の使用にあたっては、駐車場などでは使用料を徴収する場合があり、その場合の収入は、当該施設の管理費に充てるほか、修繕積立金として積み立てられるものである。日本の民法は、共用部分の保存行為は、管理組合とは別に、共有者である各区分所有者が単独で行えるとし、各区分所有者と、管理組合の権限が並存している。 保存行為以外のものを含めると、国土交通省作成のマンション、標準管理委託契約書は、管理業者へ委託対象となる業務を次の通り類型化している。日本においては、共同住宅は、建築基準法第12条による、設備類の法定点検の対象となる。この法定点検は最低限のものと考えられ、自主検点もある。 さらに不具合等が発見された場合は修繕工事が必要となる。なお、占有部分の管理は基本的に各区分所有者が行う。管理費の財源は管理費として区分所有者から定期的に徴収される。管理組合が主体となるが、マンションの管理組合には建物管理に精通した者がいない場合も多く、組合員は職業を持っている。 賃貸して、自らは不在である、などの状況が多く見られる。管理組合の自主管理は容易でないことから、管理業務の全部または一部を管理業者に委託する、ことが多く、日本でいうマンションが多い国等では、マンション管理業に関する法令の整備が、進められている。なお、日本においては、上記、事務管理業務の一部である、基幹事務を含まないものは、 マンション管理業の対象とならない。建物区体マンション管理センターは、管理組合の対応としては、日常的にあるいは半年に1回程度の割合で、ひび割れや、汚れ、脱落の発生などを早めに見つけて対処しておくよう、とにすることを求めている。日本のマンションの場合、鉄筋コンクリート構造が多く、一般人には難しいひび割れの見極めが避けられない。 階段、エレベーター日本においては、建築基準法で、廊下、階段、エレベーターの規格が規定されている。また、マンション等集合住宅の共用の廊下または、階段のように共する部分の床面積は、建築基準法の容積率算出上の、延べ床面積には参入されない。また、 集合住宅のバルコニーや吹きさらしの廊下は一定の範囲で同方の延べ床面積に参入されない。清掃業務は上記の通り管理業務の一部として位置づけられるが、この部分の清掃の量費は目につきやすく業務の印象に影響しやすい。配線、配管関係特に旧配水配管の清掃、更新は管理、修繕において重要である。 2002年頃の日本で建物の長寿命化の観点からスケルトンインフィル住宅が提唱されたがスケルトンから分離するインフィルに配線、配管関係があり特に寿命の長くない配管の更新の円滑化が重視された。付属の建物車庫、倉庫等で区分所有建物とは別棟の建物で管理規約により共用部分とされたものが該当する。 日本の場合は、建物は、土地と別個の不動産とされるため、敷地とは別に扱われる。マンションの大規模修繕工事中の外観。金属製、パイプ、板の足場と防護ネット、養生シート等で囲まれ、使用に影響する。建物は、年月の経過とともに劣化するもので、日常的な修繕とは異なる。大規模な修繕が行われることがあるが、 特にマンションでは、一定の年月の経過ごとの実施とそれに向けた資金の積み立てが求められ、国等によっては、積み立ての基準が詳細に定められているところもある。大規模修繕は、配管工事等のために専有部分に立ち入ることがあるなど、建物の利用者にも少なからず影響が出るため、事前の説明会が工事中のトラブル防止の観点からも重要である。 マンション管理センターは、足場などは、どのようなもの、防護ネット等安全対策は、工事用の電力や用水は、資材の保管場所や廃棄物の処理方法はなどは、工事費や居住者の生活にも影響することが考えられるため、見積もりの段階から注意が必要であるとしている。マンション、ビルの管理会社も、工事機関のほかに、説明会等の手順が必要であるとしている。 工事の内容には、区体部の保全、給排水設備等の更新等がある。形状や性質を変更する行為について、区分所有法は、著しい変更を伴う場合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による、組合の特別決議により行う対象としている。規約で、区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。 一い変更を伴わない場合は、区分所有者及び議決権の過半数の賛成により行うことができ、また規約で別段の定めをすることもできる。共用部分の処分は、日本では共有者全員の同意による。共用部分の状態、使い勝手は、借り手にとって重要なチェックポイントの一つであり、ビル所有者にとって共用部分等の管理費は、 資産価値を左右するものである。賃貸建物の管理は、共用部分に限らず建物所有者には、責任がある。共用部分の管理の財源には、下記共益費がある。建物所有者側としては、建物維持管理はもとより、管理賃貸人、入居者間のトラブル防止の観点からも、共用部分の利用規則の設定が求められる、大規模修繕の実施が、入居者。 テナントへの利用への影響が大きいことは、区分所有建物と共通し、説明会等の手順の必要性を指摘されている。賃貸集合住宅においては、都市再生機構が住宅の対応の延伸を図るため必要な修繕について、修繕に周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っているとしている。主な設備空調設備は、 中央制御と個別に大別される。特に、オフィスビルの場合は、両者が混在する。状況下で、借り手にとっては、このいずれであるか、さらに利用時間等の制限の有無は、重要とされる。建物の劣化については、経年や破損等の物理的なものの他に、設備の旧式化等の機能的、経済的減価があることは区分所有建物と、共通する。 特に、オフィスビルは、オフィスオートメーションの進展への対応の遅れは、賃料収入などビルの収益性への影響が大きい。ここでいう共益費とは、賃貸住宅、オフィスビル等の維持管理、運営において、形状的に要する費用のうち、共用部分にかかるものを言う。賃貸物件の場合、共益費と賃料は別個の存在であるが、 実質的に賃料に相当する部分が含まれることが多いという、ありがとうございます。